地下鉄千代県庁口駅7番の入り口です。この階段を下ると不思議な空間があるということで、今から降りてみたいと思います。福岡市博多区にある福岡市地下鉄の千代県庁口駅、階段を降りると、あ、ありました。何かゲートのようなものがありますが、小さな扉があって囲いのようになっています。そこには銀色の小さな扉がついたゲートのようなものがあります。その先にあるのは大きな扉と壁のみ。何のためのものなのかよくわかりません。千代県庁口駅をよく使うという近くの人に聞いてみると、使ってるのとか見たことありますか？ありました。ないですね。電車乗る前に入る。使ってるのは見られたことありますか？ありません。何を目的とした設備なのか、駅を管理する福岡市交通局の担当者に聞きました。あれはですね、臨時改札口ですね。はい。ゲートの正体は臨時改札。通常の改札からおよそ150メートル、駅の一番端の7番出入り口のそばに設置されています。改札と言いましても、自動の改札機がございませんので、人が立ってですね、そこで切符を、いただいて。臨時の有人改札の正面には切符を手売りするための立派な窓口も設置されていました。なぜこの場所に臨時改札が必要なのでしょうか？箱崎線は沿線に非常に多くの神社がございまして、ここ、千代県庁口駅ですと、東海別の時にですね、お祭りで大変多くのお客様がご利用になることになります。もし通常の、改札口で賄えないといいますか、足りないという状況になった時に、臨時に改札を設けられるような構造になってございます。千代県庁口駅が開業したのは1984年。臨時改札は駅の近くにある東海恵比寿神社で毎年開催される正月大祭に集まる多くの客が利用することを見越して設置されたものでした。こうした臨時改札は千代県庁口駅のほかに箱崎宮前駅にも同じように設けられています。設置されているのはやはり箱崎宮に近い一番出入り口。こちらは北条屋に備えたものです。あそこの扉がですね、通常はですね、非常口ですので閉じてるんですけれども、この改札をですね、開けるときにはあそこの扉を開放いたしまして、直接ホームとの行き来ができるようになります。ホームから見てみると、確かに7番出口付近へと続く階段が。防犯のため階段は普段柵で閉じられていますが、この階段の先に扉があり、臨時改札につながっているということです。厳重に守られたこの臨時改札、さらに驚くべき事実がありました。現在まで使ったことはない。通常の改札口でですね、多客の時でも十分賄えたというところですね。ですからあえてここは開設してないということです。なんと開業からおよそ40年間開かずの改札でした。箱崎宮前の臨時改札も一度も使われたことがないそうです。では今後は、地下鉄のご利用の方はですね、9割近くの方がIC カードですとか、タッチ決済ですとか、そういったデジタル的な
乗車券を使いになりますので、実際こうですね、またこういう手取りといいますか、こういった有人の改札機として利用するというところはですね、今のところはちょっと見たことがないと思います。今のところ撤去の予定はないという臨時改札。どこかレトロでありながら、いつまでも新品の不思議な改札を見て楽しむのもいいかもしれません。